ゆうせいさん、今回はね、衆ですよね。烏合の衆っていうじゃないですか。あとは三人衆とかね。この衆っていう漢字は、まあなんか血って書いて下になんかこうね、なんて読めばいいのかわかんないですけども、なんかこうね、頭でっかちみたいな形の衆っていう漢字があります。まあ本来の今日のね、まさにタイトルになってるわけですけども、でも似たような意味をなすものとして集まるっていう衆もありますよね。まあ、お金が集まるとかね、人が集まるとか、情報が集まるっていう時はこういうのを使うわけですけども、とりわけ人が集まる時には三人衆、四人衆っていうこっちの衆を使います、うん、まあこの漢字ってのは面白いですよね。こういう使い分けがあって、でお金が集まるってことになってくると、集まるっていうね漢字を書くわけですけども、はやぶさっていうのに似たような感じですけどね、まあ、私はね5億円は持ってないですね。吉江さんと比べて10年私は時間が先に進んでますから、そう考えていくと、まあ終わる、人生が終わる年齢が一緒だとすると、私は10年分お金は持っていなくてもいいっていう計算になりますね、吉江さんに比べて。あと一つ、私住まいがありますね。住まいは、まあ、家賃がかからない部分と家とか土地っていうのがそのまま資産になってますから、まあ現金がそこにあるのと同じなんですよね。って言ってもね、これが1億円になるかって言ったらならないですけどね。まあせいぜい安く見積もって1000万とか。まあまあで見積もって2000万ってどうじゃないですかね。まあだいたい1500万ぐらいじゃないですかね、この土地は。上物はもう、0円に等しいと思いますけどね。まあそういったところで、まあお金に関して、吉田さんはあと5億円っていう目星をつけてるのかもしれないですけども、まあ私もね、5億とは言かないですけどもね、いろいろともう揃ってますしね。まあでも5億円と思ってもいいかなと思います、うん。まあこのお金を集めるって行為も結局はアクセスを集めるっていうところが由来してるかなと。多くの人が集まってくれるからこそ多くのお金が集まるみたいなね。その逆としてこちらとしては情報をたくさん皆さんの方に散らしていくっていう行為があるかなと思うんですよ。でこちらからは情報を発信していって散らしていって、で視聴者さんからはお金が集まってくる。そしてその根底には信頼が集まってるっていうところがありますよね。で多くの人が信頼しているということは信頼に値するんではなかろうかというふうに思っていただくこともできるので、ある程度のね、集める行為っていうのは必要なんじゃないかなと思います。でも YouTuber として1万人の登録者っていうと弱小の方に部類しますよね。収益化を達成した YouTuber さんの中でやっと1000人、やっと1万人、うん、やっぱりこれだけ見ると稼げるようには見えないと思うんですよ。でもお金を集める方法としては、まあ、少ない視聴者さんからでもきっちりと何十万何百万ってのは集まってくるわけですよね。そうじゃないとやっぱりチャンネル登録が伸びる過程で倒れていくと思うんですよ。でチャンネル登録や再生数が少ない時にきちんとダイレクトレスポンスマーケティングができていれば、再生数が多くなった時に単価こそね落ちていくのかもしれませんけども、今度は売上販売数っていうのが集まるわけですから、やっぱ一定の売上は維持できるんではないかなっていうところが見えてくると思います、まあ、そういった意味でね、少ない再生数でも稼いでいくための方法、稼ぐ道の部門、稼働部っていうのを私はね1月からこの3月末まで運営してきてるわけなんですけども、おかげさまで4名のうちのね、まあ正確に言うと5名ですね、最近入った方もいるんで、5名のうちのまあ3名はね、まんまとそのお金を稼ぐことに到達しましたね。残りの2名の方っていうのは商品がない方か活動してない方なんですよ。だから今回ね、少人数で細かくメンテナンスできたのは良かったなと思います。でもこれが例えばね100人入りましたって言ったら、同じようにうまくいった人は3人だったかもしれません。だから少ない人数でコミュニティを組んだ方が命中率は高くなるなって気がしますね。でコミュニティの人数が多く集まれば集まるほど、今度はこちらからね集中して誰かにコンテンツとかサポートを提供することができなくなりますんでね。そういった意味で集まると集中できないっていう同じ感じをね作るんですけども、使うんですけども、集まる集まるってね、そういったところあるかなと思います。まあけど時間の集積、時間の集まりが人生だとしたら、吉谷さん、無駄な時間を過ごしてしまうってことってのは、本当に罪作りだなと思いますよね。
しかもその時間の過ごし方が無駄だったのか有益だったのかっていうのは本人がどう定義するかになってくるんですよね。だからこれはこの時間は必要だったんだよと、いやいやこうやってゲームをやるのももう本当に必要なんだよとかね、いや無駄な時間じゃないんだよ、いろいろ言い方ありますけども、客観的に見させてもらうと、いやそれはあなたの人生には必要かもしれないけども、とりあえず目先の困った状況、お金を稼ぐってことをまず第一にやらないといけないときに無駄なことやってんじゃないかなっていうふうなね、判断をしなければならないことはあるんじゃないかなと思うんですよね。集まるっていう感じ一つとっても、まあいろいろと考えるところがあります。そして三人衆四人衆というね、衆、衆議院の衆、この集まるっていう感じにはただ単に集まるだけではなくって、実はね組織という意味が込まれてるんじゃないかなと思うんですよ。集まる、人が集まるだけの集団ってものにはリーダーがいない、目的がないっていうところがあります。でも組織となるとリーダーがいて、そして目的がある。その一つの形が会社なんですけども、残念ながら会社のほとんどはそこにいるだけで何かがもらえるから集まるっていう人が大多数なんですよ。集まることによって自分の役割を果たして、プラス組織の役割を果たすというふうなね、この二つの役割を果たせる人がきっと会社に財を残せるということになるんではないかなと思います。そういう人はやっぱり辞めてほしくないですよね。そもそも会社の経営がなんで楽かっていうと、社長がいて部下がきちんと働いて会社の利益も残す、自分の給料も持って帰るというふうにしてくれるからだと思うんですよ。でもですね、自分の給料は稼げない、会社にも何も残さないとなると、社長が全員のケツを拭かないといけないんで、これね、従業員に搾取された状態っていうのができるんですよ。まさに烏合の衆ですね。そうならないように、社会の一翼を担って、社会の烏合の衆と思われないように、私たちも情報発信しっかりやっていかないといけないですよね。その結果残るお金が私たちを許してくれるなら5億円はできると思います。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。